はい、皆さんこんにちは。みんなです。坂です。エイティブログです。はい、到着します。今日は有馬温泉に泊まりたいと思います。再び神戸にやってきましたよ。あ、もう着いたよ。あ、着いた。有馬グランドホテル。これ左入ればよ。今日かな合ってたかな。これ有馬、間違えただよね。間違えた間違えたな。おめでとう。まさかのまさかの。いや、いつものなんだなんだってどういうこと。なんか大体そうだよ。私たちはホテルを探すときにいつも悩みながら探してるでしょ。有馬グランドホテル有馬温泉ですね。2週間前ぐらいに神戸に来たんですけど。あ、これこれ矢印これだよっていうことだよ。そもそも反対じゃん。 こっちだよっていうことだよ。でかっ。こっちだよっていうことで。でかいね。近すぎ。おお。あ、おお、到着しました。おお、いい感じだね。お姉さんが待ってくれてる。お疲れ様でございます。はい、車止めてきました、はい、チェックインですね。うわ、広いね。広いエントランスだね。こんにちは。あ、こんにちは、はい、今日はご宿泊ですか。はい、はい、早速ね、フロントで受付いただいてお部屋ご案内します。はい、はい、もう今日はごゆっくりと。はい、ありがとうございます。めっちゃ、なんかすごい和風の和モダンな雰囲気で。モダンじゃないよあ、これ噴水あるよ。 あっちに滝がある。散歩しますか。こっちから出れるね。ガーデンがある。なんかでかいね。めちゃめちゃいいプールがあったよ。入れるじゃん。俺たち海パンと水着持ってきたからな、社長。あ、めっちゃでかいよ。いや、でもホテルの広さもやばいよ。ここにプールがあって、その奥にももう一個あるからね、プール。そうでしょ。でホテルはこんな感じのデカさ。すごいね。ちなみにこっちラウンジになっててウェルカムドリンクを飲めるらしいです。後でまた飲みに来ようかなと思います。チェックインしてから、あの部屋終わってから、はい、部屋にご案内されます。これ何部屋ぐらいあるんですか全部で。いや、246室でございますね。すごいね入ります。広いね。いい感じだね。またこれまたいい感じじゃないですか。お、バルコニーがあるよとか。お、景色いいねえ、すごい山が見えて。バルコニーで、ここに秘密の部屋がある。寝室。あ、こっち寝室だね。え、廊下。あ、トイレじゃない。トイレです。こっちお風呂じゃない。どうかな。違います。玄関です。ああ、繋がってんだ。で、あ、これだね。広っ。これすごくない。全部の鏡すごいね、鏡って。あ、ここお風呂でしょ。あ、こっちお風呂だね、うん、まあ大浴場が2つもあるし、プライベートのやつも明日の朝に予約してあるし。なのでこれ使うことないんじゃない、ね、ということで、この後大浴場に行ってからご飯食べますと。で、明日の朝にプライベートスパを予約してるので。タカが朝7時に起きるのということは今回の動画で見ることができます。明日の朝プライベートスパでこの動画終わりまで見ててください。チャチャン。お風呂に入って浴衣に着替えて、今からラウンジでウェルカムドリンクをゆっくり楽しみたいと思います。ラウンジいいよね。いや、最高だった。お風呂ね、めっちゃ広かったね。え、びっくりした。やばいよ。中の大浴場がバーンってあって、で、露天風呂も2個あって、あれ男2つしかなかった見たった見たったこれ見えてるパンツかもしれない。大丈夫。見えた。丸見え。今ずっと撮った時見えてたやばい、ずっとこのモザイクあったかくていけない恥ずかしいここ日本料理、中華料理。すごい。おおこれすごいですね、このお肉。お肉は、はい、本物です。すごっ。仕上げのコースですね、はい、どうぞお願いします。
すごい。奥の方でね。はい、ありがとうございます。着きましたね。すごい。すごいね、鉄板じゃん。開けます。ちゃんちゃんちゃん。おお、美味しそう。いいね。乾杯。乾杯。これは幸せだね。これこっちのローカルの何が入ってる？山椒みたいなのが入ってるよ、ね、ここに。超美味しい。私はなんかこういうスパイス系とかのが好きだから、これ超美味しい。ご清聴します。はい、ありがとうございます。アナゴのお寿司。あれ鉄板焼き、鉄板で温めて、鉄板で温めてくれてる。すごい。アナゴいかがでしょうか。半分に割って。アナゴ、ああ、うん、だだだだだだだ、うん、うまっ、おいしい、ふわふわだし、アナゴも最高。お刺身来ましたよ。おいしい。マグロとケンサキイカとタイ。オイソースと書いているのがウスターソースとデミグラスソースを合わせたソースにございます、うん、その隣のトマトソースはちょっとスパイスが効いたソースになっております。うわすごい。こちらは本日揚げさせていただくお串にございます。芸術みたいじゃん。ありがとうございます。レナ社長はわがままだよ。今こう説明してもらってこんにゃくが入ってて、レナこんにゃく食べれないから、それは何10分の1は食べれないって言うのもったいない。だからこんにゃくの替えができるかどうか今聞いてます。はい、用意します。あ、できますか、はい、すいません。エビも用意します。あ、すいません、ありがとうございます。臨機応変に対応いただきました。よかったね。はい、お味ついておりますので、はい、ありがとうございます。このまま召し上げてください。こちらがエビ丼で、味付いてますんで、よかったらそのままでも大丈夫です。よかったです、はいはい、肉詰めこんにゃくはそのままですか。あのそのままで大丈夫です。あ、はい、はい、肉詰めこんにゃく、はい、私の顔の上に。おいしい。1本目としてはさっぱりしてていいな。緊張します。ちょっと緊張します。カニ詰め、これだよ、これこれ。一口でいく。カニ詰めなんて抜群にうまいでしょ。あのカニ詰めは抜群にうまいけど、タルタルソースはそれを超える。次の串揚げ来ました。玉ねぎとベーコン。あ、でも玉ねぎとベーコンって感じ。1たす1は2って感じ。3になってない。1たす1は2。厳しい。正直に言わない。はい、続いてホタテとアスパラ、トマトソースでどうぞ。トマトソースも不思議だね。ちょっと酸味があるんじゃない。かっこいい。ね、来ました。こちらおさびポン酢かお塩合うと思います。車エビ来ました。うーん、この足の部分ってめっちゃ美味しいよね。ね、だエビせんべいみたい。そう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 。このタイミングでおそば来ました。口直しのそばだって。じゃあいただきます。ここからまた5本続くからね、揚げ物が。お腹いっぱいになるよ、今日は。来ました、牛フィレ、牛フィレ肉の串揚げですね。それは私の顔の前でしょうがなくない。だってみんなに見せたかったらこうするしかないじゃん。塩か割りソースだって。もうね、シンプルイズベストだからね、基本的に。やばいよ、これは。美味しい。話聞いてないから何だった。長芋と百日鶏。長芋と割りソースでした。これえ、長芋は割りソースでいって、下の百日鶏はビネガーつけて塩でいく。
このお店難しいよ、どんどんレベルアップする。理解できない、ネバネバするね。そう、レナ長芋あんま好きじゃないもんね。チキンはそうビネガーで塩でうまそうだよね。うまい、超柔らかいよマジで。チキンがやばいよ、バカね。うん、来ました。これ難しいよ。レンコンと銀杏とエゾアワビで、それぞれ食べるソースが違うからもう忘れて、ね、注文の多いお店だよ。レンコンはね、割りソース、お客さんにそういう割りソースで覚えるゲーム。レンラ銀杏大好きだからね。うん、うまい。レンラ銀杏の生の銀杏買ってきて自分で電子レンジで焼いて食べるぐらい好きだから。好きだよ、銀杏って美味しいもんね。めっちゃ美味しい。赤シダイとイクラ、ネギ、そのままでどうぞ。そう、私はタカを待てられなかったけど、うん、やばい、美味しい。ネギの主張強いです。すごい食べやすい。こちらお父さんの最後になります。来ました、フグの白子。フグの白子ですね。溶かしバターかけさせていただきますので、こちらバターと合わせてお塩でお召し上がりください。はい、私はこういうのがちょっと苦手かもしれない。どうぞ。うん、美味しいじゃん。なんかクリーミーでトロトロしてて。そう、すごい。普通のご飯だと思ったら。そうなんですよ。卵が乗ってて。すごいですね。絶対美味しいじゃん。もう見たらわかるですね。ありがとうございます。うん、超クリーミー、ね、うまそうだ。超肉肉じい、めっちゃ美味しい。ではですね、こちら黄色い器の中、季節のフルーツの梅ゼリーがけご用意しておりまして、お隣の白い器の中にはほうじ茶のアイスをご用意しております。ほうじ茶ソース美味しい。でしょ、うん、さっぱりがいいね、やっぱね。ここでバニラが来て甘ったるいと全てが台無しになるけど、ここでさっぱりパリって締めるとすごい美味しい。このコース本当に美味しかった、うん、全部最初から最後まで。他に来るといつも8時ぐらいになるからね。もういつも通りだよ。ベッドがもうあるよ。ああ幸せ。おい、こっち邪魔しに来ないの？来ないよ、もう寝てるよ。いつも邪魔しに来てるのに。もう私寝てます。来るな。だらけになるよ。そう言われると、6時50分だよ。スパに向かいましょうか。はい、行きましょう。めっちゃ雰囲気いいよ。やばいよこれ。すごいね。じゃあ案内します。玄関、あ、すっごっ。おー、シャワールームがついてます。もうお風呂に入らなくていいよ、このシャワーは。私はもうあーって感じだよ。で、化粧室で、あ、すごいよ、ダウン、あれがあるよ。ここでリラックスしてゆっくりできる。ここから。うわ。一応あれだよ、露天風呂だよ。すごいね。半露天風呂。めっちゃおしゃれなお手。広。全部めっちゃおしゃれだよ。
プライベートスパってすごい、ね、これしかも温泉だからね、森を見ながら楽しめる。あ、時計も一応ある。これもすごいよ、ここから見ること。すごいね。すごいです。早速入りましょうか。すごいね。お、いい湯だね。いい湯です。あ、しかもこっからこっちの景色見えるから最高じゃん。で、上は空いてるし、全然的に開放感あるね。めちゃめちゃラグジュアリーな感じがする。ね、しかも貸し切りだし、めちゃめちゃゆっくりできるよ、ここで。最高だね。何を人のリラックスしてる足を押すことがある。なんで足が上がってくるよ。押すな。誰も鷹の足痛くないよ。ああ、気持ちいい。おい、押すな。朝風呂は意外といいね。うん、私たちほとんど朝に温泉に行っても入らないでしょ。うん、これもプライベートがあれば朝風呂はいいや。このプライベートスパはなんか2人に貸し切りで使うのももったいないみたいな。ああ、そうね。家族で来て 4,5 人で全然楽しめるよ。okay、 一応このホテルでもあれではあるよ、もうちょっとコンパクトな、もうあの湯船だけあって、そういうプライベートホテルが多分9階に3つか3つぐらいあると思う。で、地下2階のここはでかいスパが2個。そうだ、もし皆さん来る場合は事前に多分予約しとかないと時間でどんどん埋まってっちゃうんで、50分枠で。アリマグランドホテル。じゃあガオンに着替えて。寒っ、足が寒い、足が寒い。めっちゃ寒いよ。ハロで、ここで、あ、いいかも、いいかも、これいい。これ映ってないんじゃないですか。はい、ハロはい。これ映るね。ああ、おやすみ。ああ。最高。おい、社長。さっきの地下2階とここの9階の大浴場が両方あるので、ここもまたいいよね。夜は9階、朝は地下2階とかね。ここ雰囲気めっちゃ良くない？朝食プレート。なんかレナとチョイスが全然違うよ。そうだよ、日本人、ドイツ人、和風と洋風の全然違いがある。そうだよ、すごいね、めっちゃ差出たね。そうだよ、私はこういうものは絶対に朝に食べれない。もうザ日本人。はい、チェックアウトしました。もう行かなきゃいけないのが悲しいよ、ね、ではこの動画をここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。兵庫県に来る方は有馬グランドホテルおすすめです。はい、また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。